パリの歴史は古いですからね。ロンドンは気候都市化で街並みが一新されましたが、パリは逆に古きものを生かしたままに発展してきた街なのです。おや、どうされました？ダメですよ、カルディアさん。恋人の許可なく離れようとするなんて、なんて意地悪な子だ。これはお仕置きが必要ですね。ダメです。美しい風景に見とれるあなたも愛らしいですが、どうせなら他の何よりも私に見とれてほしいですから。いいえいいえ、恥ずかしいなんてことはこれっぽっちもありませんよ。私の愛する女性は道行くパリジェンヌの誰よりも美しく愛らしいですから。先ほど挨拶もキスを交わしていた恋人同士のように、私たちも口づけを交わしてみませんか。ええ、もちろん。それを見ていたあなたの唇が物欲しそうに揺れていたのもね。以前も言ったはずですよ。世界でただ一人、私にだけはあなたはいくら触れてもいいと。